こんにちは、陽介です。今日は直接プラモデルのお話ではないんですが、プラモデル制作をするお部屋のお話をしていきたいと思います。こちら、もう絵が出てますけども、有孔ボード、ご存知の方も多いんではないでしょうか。こちらを使ってプラモ制作部屋に、彩りと使いやすさを、構築していこうと思っておりますので、今日はそちらの設置の動画をご覧ください。で、こちらの有孔ボードなんですけども、100均のダイソーさんで私は購入しました。ダイソーさんに売ってる有孔ボードの中では一番小さめな、有孔ボードだと思います。これ以上の大きさのも当然売ってます。ただ100円とかではなくて200円とか300円とか、それくらいな値段はします。で、私はちょっと試しにね、こちらを設置してみようと思ったので一番小さいものを買いました。だいたいサイズは A4 サイズぐらいだったと思います。はい、そしてもう一つはこちらです。フックですね。こちらもダイソーさんで購入しました。色味的には本当にクロームシルバーというか普通のシルバーの色とちょっとねアンティーク調な色合いのものが売ってましたので一応両方買っておきました。まあ自分の好みだとちょっとアンティーク調のね色合いのものを使っていこうかなと思っております。これを有孔ボードの穴に挿して、使うんですけども、まあ有孔ボードの穴のピッチ幅の大きさっていうのは決まっているのでそれに合ったようになっております。はい、そしてもう一つ、有孔ボードをどのように設置していくかというところの問題にぶち当たると思うんですけども、私はこちらパンチングボード用の石膏ボード留め具セット、こちらを購入しました。こちらはですねちょっと100均には売っていないので、ホームセンターとか私はアマゾンさんで通販で購入しました。こちらはですね虫ピンのようなもので4箇所留めるので壁に開ける穴の大きさは細い小さな穴になるんですけども、賃貸とかにね住んでる方は住んでるところのそのような壁に穴開けていいのかどうなのかその辺は規約を読んでいただいて設置するのがいいと思います。私今から設置するところは、実家の自室だったところに設置するので、その辺は、問題なく設置できそうです。はい、それではですねこちらの有孔ボードを壁に設置していきたいと思います。まずはですね有孔ボードを設置したいところにあてがってですね、さっきのパンチングボード用の留め具ですね、それの位置をマーキングしていきます。マーキングが終わったらそれに合わせてですねさっきの留め具を壁に設置していきます。石膏ボード用なので、金槌とかそういうものでガンガンってやる必要もなく、私の場合はペンチでグッと差し込む形で設置しました。で、1個につき4箇所虫ピンで留めるので、意外にですね、石膏ボードの上に設置してもしっかり止まってくれます。はい、こちらを4箇所設置していきます。はい、それでは留め具を設置し終わりましたら、今度は有孔ボードを取り付けていきます。有孔ボードの取り付け用のネジは、この留め具にも付属しているので、この留め具を買えばすべて、揃う形になります。で、これ実はですね、私、微妙にこの穴位置が、ずれてまして、結構無理やり留めてはいるんですけども、しっかり止まってくれました。手回しのドライバーでもね、たやすく、止まると思います。はい、そして4箇所止めました。で、ネジのカバーも黒いカバーですね、ついているので、こちらも止めていきます。はい、とりあえず設置は完了しました。ここにですね、先ほど紹介したフックを取り付けていきます。で、フックなんですけども、
私はこの1種類2色を購入したんですが、様々な形のフックが用意されているので、設置する方のね、用途に合ったフックを購入するのがいいと思います。はい、ということでフックが付け終わりました。仮でね、穴の開いてる商品を吊り下げていきます。お店のようになりましたけどもね。こんな感じで、例えば消耗品、ヤスリとか、今から使うストック用のものとかをね、こうやって吊り下げて保管しておくために私は有効ボードを使って収納しようかなと思っております。で、今皆さんに見ていただいているのは仮でちょっと手元にあったものを即席でですね、吊り下げている感じです。こちらに吊り下げるものは多分ストック品とかが多くなるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はですね、プラモ用品を吊るす収納ということで、有効ボードを設置するというお話でした。結構ね、100均にはワイヤーネットとか、そういったものを使っている方多いんじゃないかなと思います。ああいうものもね、活用できるので、自分に合ったスタイルとか、お部屋の環境とか、それによって、まあ有効ボードでなくても、設置方法、設置の道具ありますので、そちら考えてみてはいかがでしょうか。今までのプラモデルライフよりよりよく、楽しくお部屋の構築もできるかと思います。動画のご視聴ありがとうございました。陽介でした。陽介とプラモデルのチャンネルでは、プラモデルの動画であったり、こういったプラモデルに付随する動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。陽介でした。さよなら。